はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。ウルトラマンコスモスサウンドフレクションシリーズ、エクリプスモードです。はい。こちらです。2001年、つぶらやプロ。2002年、メイドインチャイナということで、すごいです。両腕が稼働、ファイティングポーズを自在に再現。そして、サウンド満載、カラータイマー点滅。ポーズが取れるフレキシブアーム、フレキシブルアームということで、すごい。お、かわいい子が乗ってるぞ。ジュアーすごいですね。ファイティングポーズが自由自在。裏面見ていきましょう。はい、電池、単4が2本ですね。サウンド機能1、背中の電源スイッチをオンにするとカラータイマーを点滅しながら変身音が鳴ります。おー、バトルを押すご、ボタンを押すごとに3種類のバトルサウンドがランダムになります。ということで。サウンド機能2、これすごいです。スイッチがオンの状態で前に傾けると飛行音が鳴り、元に戻すと止まります。後ろに傾けるとカラータイマーが点滅しながら、カラータイマー点滅音が鳴ります。これすごいですね。しかも、掛け声、元に戻すと掛け声が鳴り、点滅音が止まります。これいいですね。サウンド機能3、ストーリーモード。ボタンを長く押すと、ストーリーモード、変身バトル、カラータイマー、光線、飛行の音が鳴り、一連のストーリーを再現します。いいですね。はい。ということで、当時のお値段が、3500円。はい。しかもこれ未開封でしたね、僕。ラッキーでした。2000円ぐらいだったっけ？この前買い物動画で書いてありましたが。さあ、開けていきます。いやー、いいですね。よいしょ。おー、なんか腕が短い。なんとなく腕が短い気がする。すごいですね。ちゃんと、やっぱり、これは、なんか、かなり、厳重ですね。足とかもかなり厳重に。さあ、おー、出た。足ちゃんと取って、結構なんか、食いついてるぞ。なんだこれ。結構硬いぞ。よいしょ。さあ、電池を入れていきたいと思います。はい、ということで電池が入れ終わりましたので、ちょっと稼働をね、見ていきましょう。どういう感じの動きができるのか。あー！すごい！なんか、針金みたいな感じなんですね、腕が。針金というか、うん。すごいですね。ここは、ちょっとボールジョイントみたいな感じになってて、腕はぐるぐる回る感じなんですけど、この肩口から、もう、肘、ここのね、ここはもう何も入ってないんですけど、もうこういう動きするからね。この肘とか、これすごいね。いやー、確かにこれはファイティングポーズが取れるわ。おー！いいですね。じゃあ！これはいいです。で、この本編みたいなポーズは、よいしょ。結構これ難しいですね。こうでいいかな。できた！なんとなく。かわいい。足首も動きます。ただ足はもう固定ですね。はい。こんな感じです。すごい。さあ、それでは電源ボタンを入れてみましょう。大丈夫？全然。背中の電源スイッチをオンにするとカラータイマーが点滅しながら変身音が鳴りますって書いてあるけど。なんねえけど。なんでだー。新品だぞ。どうした？まさかのダメなパターン？これは鳴らなきゃ全然面白くないぞ。いや、ちゃんと入れたよな、俺。新品だぞ、この電池。間違ってないよね。おかしいな。これは困るぞ。非常に困るやつだぞ。ないぞ、電池。新しく してるぞ、これ。新しいやつだぞ。ビビるー。でかすぎる音声が。すごい。よかった。びっくりした。なんでだろう、電池一緒のはずなんだけどな。まあ、とりあえず何はともあれよかったです。いきます。おー！
おーすごい。こうやって僕がね、こっちにカメラに向けると、傾けた状態なんで。おお、これ面白い。こういう感じでいいのかな。首は動かないですね。なので。って感じで。おー、飛行音。いいですね。さあ、ボタンを押して、おう。じゃあ、ボタンを押していきましょう。おー、すごい。では、サウンド機能3のストーリーモード。長く押します。長押しします、ボタン。マジですごいぞ。やべえ。この機能すごいですね。ちょっとカメラの位置を変えてみますか。よいしょ。もうちょっと下にしますね。これで、ああ、ゲームドライバー。これで、もう一度長押し。いや、マジでこれはすごいですね。楽しい。他のなんか、おもちゃはこれ、管理商品あるんですかね。すごいですね。いやー、よかった。音もついたし、すごい、めちゃくちゃいい商品でしたね。14、15年前のものとは思えないぐらい本当に、最高の出来だと思います、これは。ちゃんと直立もするしね。めちゃくちゃいい、よかったっす、本当に。はい、ということで、お？どうした？さすがに3分もう撮影したから、ダメか？ダメになっちゃったのか？ということで、なんか、たまに反応しますね。ということで、次は、こちらをやっていきたいと思います。ダン、デラックスウルトラマンベリアル。これをね、次はドラマチックサウンド、同じような感じなので、まあね、これとは全く全然関係ない、なくはないですけども、これ、新しいんでね、2010年、結構最近なんでね、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、よろしく。たまに泣くね。じゃーん！いいね、このパターン。こっからこう来ての、じゃーん！この飛行音。はい、ということで、本当に楽しかったです。それでは、また明日。